牧之原市の原子力防災センターで行われた県の図上訓練には、中部電力社員をはじめ、国や県、それに周辺自治体の職員らおよそ200人が参加しました。訓練は県内で震度7を観測する地震が発生し、浜岡原発から放射性物質が漏れ出た想定で行われました。参加者は住民の避難状況を確認する班や放射線量を測定する班、そして医療体制を確認する班などに分かれて情報を収集していました。そしてセンターと周辺自治体の役場や県庁とテレビ会議システムでつなぎ、情報を共有する手順を確認しました。実際に原子力災害が仮に起こったとしたときにどういう対応を取るかというのは、基本的なことは実は決まってはいるんですが、ちょっと複雑でもありますので、そういったところを今回しっかり思い出してもらうと、また初めて対応している方は学んでもらうというところが重要だなというふうに思っております。今日の図上訓練に続く実動訓練は来月4日に予定されています。